これとかもすごい綺麗なグラデーションの淡い色で、みんなでまあ飲んだりできる場が欲しくて、普段自分が乗ってるサーフボードですね。こんにちは。どうぞ。フェード&ラインという美容室のブランドマネージャーをしております。石村浩と申します。広さと、あとはまあ家の部屋から見える景色で選んだ感じですね。一回もうスケルトンにして、まあ自分たちが生活しやすい動線っていうのを意識して作った感じですね。マンションなのでそんなに広さが取れなかったんですけど、まあ割とアウトドアが好きなのでいろいろ使えるその土間っていうのが欲しくて、まあできる範囲でスペースを取った場所になりますね、はい、仕事行く時とか、あとは近場で買い物行く時とかは普段もこのメイトでずっと出かけてます。めちゃめちゃ便利です。このライトはあのシャークアタックって僕の家でほぼほぼ使ってる家具のお店なんですけど、と北欧のヴィンテージのものになります。こっちのワゴンはパシフィックファニチャーのものですね。で、結構陶器が好きで、ここら辺のやつとかは沖縄のヤチムンっていう陶器だったりとか、一個一個なんだろう、まあ色の出方だったりとか、あとは、そうですね、まあ色がメインかな。なんかこれとかもすごい綺麗なグラデーションの淡い色で気に入って買ってきたものになりますね、はい、ユーカリは特に好きで毎月買いに行ってますね。それこそなんか友達がユーカリの育てるのやってて、そっから仕入れたりしてます。では中ご案内いたします。とこの玄関のラグは友達にもらったカオスフィッシングクラブのラグになります。なんかサイズ的にもぴったりだったのでここに置いてる感じです。なんか全体的に廊下が真っ白な感じにしたかったんですけど、この扉も真っ白にするとなんかあんまりインパクトが少ない感じになっちゃうので、ちょっとここだけウッドを入れた感じになります。ここがダイニングキッチンになりますね。職場の仲間だったりとかとみんなでまあ飲んだりできる場が欲しくて、まあ、ちょっとこういう感じの広めのダイニングテーブルを置きました。テーブルと椅子はこれもシャークアタックのものになるんですけど、椅子は一個一個ヴィンテージのやつを自分が気に入ったものを全然違う6種類を買って並べた感じになります。このライトもシャークアタックっすで、そうですね。これは一応ヴィンテージとかではなくて、北欧のオランダとかのセレクトで選んだものですね。はい。あの絵は、バリー・マッキーっていう人の作品で、数年前にサーフィンが趣味なんですけど、サーフボードとコラボして、デザインでバリー・マッキーが板を出してた時があって、それをきっかけに知って、好きになって買ったものになります。では、こちらが自分の仕事部屋になるんですけど、妻と二人暮らしなんですけど、まあ、自分のスペースというか、その自分の時間が取れる場所が欲しくて、この部屋は作りました。これ、T ボーンくんって、僕の大好きな先輩で、アーティストの方なんですけど、その人が、ファーストの、アルバムを出した時のポスターになります。いつもこれ見て気合い入れてます。でこっちの絵は自社で作ったジェル、オリジナルのジェルなんですけどの販売の時に記念で作ったポスターで、このテキーラつい数日前に友達が持ってきてくれたんですけど、とんでもない破壊力で全員食らってました。普段自分が乗ってるサーフボードですね。クークボックスっていう82
ぐらいのミッドレングスの板になります。こっちの絵は僕がファーストタトゥー入れた堀さんの、フラッシュと、あと遠藤さんっていうアーティストの方の絵になります。香り系のものを結構好きで、各部屋いろいろ香りは変えてるんですけど、自分の部屋はこの赤ワインの匂いが好きで、これをチョイスしました。モダンノーツっていうブランドのやつですね。普段ここは朝起きて一番最初にこのソファーに座って外を眺める時間が好きで、なんかどちらかというとくつろぐ場所ですかね。この棚はGプランっていう結構定番のヴィンテージの家具なんですけど、色がチーク調で、結構自分はもう色に惹かれて、絵はアトリエ CPH って、なんかこれも結構モダンな感じで、あんまり邪魔しなくて好きだなと思って、なんか結構ヴィンテージのランプとかがすごい好きで、でこれもアメリカのヴィンテージのランプを買った感じですね。あとはなんかこういうウッドに合わせてちょっとウッド調のオブジェみたいの置いてる感じです。渋谷のメモって好きな家具屋があって、そことかはよく行って、なんかいろいろ探してます。植物はソルソファームってお店で買いました。はい、こっちのゴムの木もそうですね、ソルソで買ったものになります。緑見てると普段落ち着くので、なんか緑は極力置くようにしてますね。これもシャークアタックで買ったんですけど、北欧のセレクトのもので、なんか抜け感がすごい良くてインパクトもあるので一目惚れして買っちゃいました。ここはくつろぎスペースになります。このソファーもパシフィックファニチャーで買ったやつですね。これもチーク調の色で棚と合わせて選びました。こっちのランプはさっき言ってたメモで買ったものになりますね。これは妻が一目惚れして買ったものになります。でこのクッションとかはなんか友達からもらったんですけど、ヴィンテージの歯切れで作ったやつで、これもすごいお気に入りですね。と一番僕がお気に入りの陶器がこれなんですけど、ニューメキシコで友達が買ってきてくれたやつをずっと飾ってますね。ベランダの景色も結構家の決め手だったので、ちょっと一回外も見ていただきたいと思います。床はそうですね、もうパネルのやつなんですけど自分で貼って、なんかちょっと外で、そんな広さはないんですけどゆったりできるスペースが欲しくて作りました。普段テレビ見たりとか、まあ妻と2人でいる時とかはこっちのソファーでゆっくりしてることが多いですね。ケリーの絵はこれもお店に行った時にもう一発でインパクトが強くていいなと思って買ったものです。ソファーはフランネルソファーっていうソファーで、もうこれも妻が足を伸ばせないと嫌だって言って選んだものになります。落ち着ける空間っていうなんかものを選んで、あとはまあ自分の趣味だったりとか好きなものを選んだ感じですね。はい、で次住むとしたら田舎の平屋とか、なんかそういうのには憧れはすごいあります。はい、まあ、40代はなんかひたすらサーフィンして畑仕事とかもちょっとやってみたいなっていうのがあるので、なんかそういう地方だったりとかで平屋でなんかのんびり過ごせるような家に住みたいなっていう夢はあります。